今日のコメント、サトシがいなくなってからアニポケ見てない。久しぶりにハルカさんの動画見ました。じゃあ新シーズンは見てないのか。パルリアのポケモンとかキャラいっぱい出てるから新シーズンを見てみたら面白いと思うよ。どうもハルカットです。皆さんアニポケ見ていますか？日頃のシーズンも面白いですよね。そこで今回は60話の感想と今後の考察ポイントについて話していきたいと思います。では関係ないけど、最近みんなはどんなゲームやってる？僕はマイクラめちゃくちゃやってるよ。僕は全然やってない。スー君あまりゲームやらないよね。というわけで、これから最後まで聞いててください。8月3日のライブグッズがオンラインで発売されるよ。期間は8月10日まで。ハルカットのアクリルキーホルダーや出演者全員のランダム缶バッジ、ランダムチェキ風のカードもあるから、ぜひ購入してね。概要欄の URL から飛べるよ。60話の関数と今後の考察ポイントについて。昨日の回は初めての雪ホッホゲという回で、ロイの応用テストに向かうお話でした。ゆっくり感想を交えながら振り返っていきたいと思います。前回の話はドットの応用テストに挑戦し、そこでまさかのクワッスがウェルカムへと進化し、テストも無事合格。次はロイの応用テストがナッピアマのフリッジダウンで行われるため、リコたちの洋服はいつもの服から冬服へと変わるところから今日の話は始まります。パルリア地方のナッピアマは雪山でとても寒いため、リコはジャンパーと耳当て付きの帽子、そしてマフラーをつけ、ニャロートもマフラーをつけていました。ドットはというととても寒がりなため、耳のついたモコモコのアウターを着ていて、それを見たリコはなんかクルミみたいと興奮していて可愛かったです。ロイは雪山を知らないのか手袋だけつけており、リコとロットは心配していました。いや手袋だけはさすがに寒すぎるでしょう。結局3人とも寒さに耐えられる防寒服に着替えてナッピ山へと向かいます。しばらく歩くとトンネルみたいのがあって、そこを抜けると辺りは一面雪が広がっていました。初めての雪ということでテンションが上がり、雪に突っ込むホゲータとロイに対して寒いのは大嫌いのドットは、雪が綺麗なのは一瞬だけどずっと寒がっていました。リコは寒いのが苦手なニャローテをボールに入れようとしましたが、ニャローテが走っていってそこにいるポケモンを指さしました。そこにいたのはカチコールなどの氷タイプのポケモンです。雪が降っているため木の実がある場所が少なく、一定の場所に集まってくるようですね。木の実を見たホゲータはカチコールの隣で木の実を一緒に食べようとしていたところ、たまたま雪をかぶってしまい、セビーのようなフォルムになったため、セビーを見るとなぜか喧嘩してしまうカチコールが怒ってホゲータを吹き飛ばしてしまいます。でちょうどセビエも来ていて一緒に吹き飛ばされてしまい、セビエも怒って2匹のポケモンバトルが突然始まり、あたりは吹雪が吹きます。リコたちはその吹雪に困っていたんですが、リコのボールからデブリムが突然出てきて2匹にブンマースで引っ張らき、2匹は一瞬で戦闘不能に。その後癒しの波動で回復させると2人は元通りになり一件落着しました。リコのデブリムってめちゃくちゃ強いですよね。この前のこの世猿3匹を一発で黙らせていましたからね。今のところリコロイドットの手持ちの中だと一番強いんじゃないかと思います。その後3人は先に進むと氷が張っている湖を発見。そこでみんなで滑って遊びました。最後にはキャプテンピカチュウの形の雪だるまを作って写真を撮っていましたね。みんなで雪を楽しめたみたいでよかったです。しばらくしてロイがホゲータと一緒に歌を歌いながら進んでいるとクマシュンが座っているのを発見します。ロイは初めてクマシュンを見たため図鑑を調べながらクマシュンを眺めていたところ、後ろからツンベアが登場。ツンベアにびっくりした勢いでクマシュンにぶつかってしまい、クマシュンが泣き出してしまいました。クマシュンが泣いていたためツンベアが怒り、ロイに襲いかかろうとしたところをタイミングよくドットとリコが発見し、ポケモンに技を出させてひるんだ時に逃げていきました。逃げたところにたまたま山小屋があって、とりあえず3人はそこで休憩することに。ただ休憩後に歩くとしてもフリッジタウンへはもうちょっとかかるということで、今晩は山小屋に泊まることにしました。その後3人は山小屋に泊まるには暖を取る薪が必要ということで、手分けして薪を取りに行くことに。ロイは体外念を飛ばして薪を取らせ、地上でホゲータと一緒に薪を集めます。薪を集めて褒められたホゲータは嬉しくなって遠くまで薪を集めに行き、迷子になってしまいました。しかも集めた薪を崖の下に落としてしまい、薪もバラバラになって散々なみ。なんかホゲータって母性あふれるぐらい可愛いですよね。その後もホゲータとロイは行ったり来たりして探すんですが、なかなか見つからず、あたりはだんだん暗くなっていきます。しばらく探して諦めかけた時、ロイはいつものホゲータの歌を歌って諦めず探します。ホゲータも歌を歌って諦めきれず探していると、ようやくロイとホゲータは巡り合い涙を流して喜びました。無事に出会うことができてよかったですね。山小屋の方に戻っていくと、ちょっと前に来た木の実がある場所に戻ってきて、そこには昼間いたセビエとクマシュンが一緒に木の実を食べていました。ホゲータもお腹を空かせていたため一緒に木の実を食べていたんですが、そこにカチコールが食うのが見えてたため、また喧嘩になってしまうと察したロイはセビエにマフラーと木の枝を出してホゲータに変身させます。カチコールは2人を見てホゲータだと勘違いしていつも通り木の実を食べ始めますが、ホゲータに雪が降ってきてまたセビエっぽくなり始めるんですが、くしゃみで
でクマシュみたいな形になってカチコールの怒りは収まりました。いやあれでいいんだって感じですよね。その後ロイは山小屋に戻り、翌日出発するところで今回の話は終わります。今回はジムに到着するまでやるのかなと思っていたんですが、日常会でしたね。ボゲータがひたすら可愛い会でした。カチコールのアホっぽさも良かったですよね。さて来週はいよいよロイの応用テストが始まります。タイトルは響けライブへの挑戦という回です。という話です。あらすじはこちら。プリッツタウンに到着したリコたち。ロイの応用テストの相手は超有名ラッパーの顔を持つジムリーダーライムだ。彼女とのバトルのためにライブへの飛び入り参加が必要で、意気揚々とホゲータ、タイガイデンと共に挑戦するロイにソウルフルビート、ライムが牙を剥く。ということでロイの応用テストはライムさんが担当です。ライムはゲームでもラップバトルをしながらダブルバトルをやっていたんですが、アニメでも同じ感じになるようですね。予告映像ではロイもステージに立っていて、最初は MC カマーさんとバトルをしていたので、その後ライムとバトルすることになりそうです。ライムとのバトルでは自信満々にロイがラップをやっているようでしたが、どういう展開なのか楽しみです。ちなみにアニポケの公式 X と公式 YouTube にはライムのラップする様子が投稿されていました。ギャギャギャ、調子はどうだい、本当のダイナマイト、あたいはライム AKA と言っていたんですが、ゲームの時も思ったんですけど、ライムってあんまりラップ上手くないですよね。雰囲気はめちゃくちゃラップしそうなおばさんなんですが、そんなライムのラップも次の回では楽しみです。放送後にはホットなリリックビデオも公開とのことです。かっこいい感じになりそうですよね。ということで今回の話と来週の話はこんな感じです。ここからは今後の考察ポイントについて話していきたいと思います。今後の考察ポイントは、今後3人は新しいポケモンをゲットするのか、ロイのホゲータの進化タイミング、ドットのカヌちゃんの進化タイミング、リコロイ、ドットの3人以外は今休止期間か、進化してさらに強くなっていってる剣、この5つです。まず進化してさらに強くなっている剣ですが、今回の回ではニャローテやウェルカモ、大回転やデブリムが活躍するシーンがありました。ニャローテとウェルカモはツンベアを巻くために活躍していて、大回転は薪を探す時とホゲータを探す時も上から探して活躍していました。デブリムはカチコールとセビエを黙らせるために勝手にボールが出てきて活躍していました。このように進化した後に活躍するパターンが最近多くなってきていますよね。そうなると今後もバトルを重ねてどんどん強くなっていくんじゃないかと思います。ホゲータもそろそろ進化すると思うので、進化したら3人とも研修が終わる頃にはさらに強くなってそうだなと思いました。次にリコロイ・ドットの3人以外の人物について。リコロイ・ドットがテラスタル研修をしているため、今はライジングボルテッカーズとは別の場所で動いているんですが、その間ライジングボルテッカーズは各々で作業をしています。基礎テストの時にはその様子がちょこちょこ出てきていたんですが、応用テスト回では全然その様子も放送されていなかったので、8月残りの回では見れなそうですね。個人的にはフリードがラクリウムに関して調査していたので、その後どうなったのか気になるんですが、それは応用テストが終わった頃になりそうです。エクスプローラーズのアメージャーの動きとかもたまには見てみたいですよね。というわけで今回は以上ですが、皆さんは60話を見て気になったことはありますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じで60話の感想と今後の考察ポイントについてでした。ちょっとボルシュさん、チャンネル登録、よろしくお願いします。ではまた次へ、せーの、グッピー。